はい、宮内です。はい。はい。ああ、はい。もうすぐ最終稿をお送りできると思いますので、はい。失礼します。你要是喜欢的话，就拿去吧。ちょっと聞きたいことがあるんですけど。はい。この本なんですが、昔たまたま中国で拾ったものでして、ただどのような本なのか全くわかりません。このお店の方なら何かご存知かなと思いまして。中国で拾ったと。いつ？10年前です。仏教書だな。100年以上前に書かれた本で十分価値はある。私も欲しいぐらいだ。上巻は版木で残っているかもしれないが、下巻はこれが唯一無二だろう。ざっと見積もって15万。もしここで売ってくれるなら20万。考えてくれないか？わかりました。本当はもうちょっと上かなって勝手に期待してたんですよ。どうもありがとうございました。100年以上前、仏教書。日本へ伝わった禅の大幕集。上巻は版木から印刷。
下巻は見つかっていない。解散電録。これだ。版木の収蔵庫。はい、どうされました？こちらに版木収蔵庫があるって聞いたんですけど、どちらにありますか？すいません、昨日私こちらの住職さんにお会いして、お昼にまた来るようにと言われてたものなんですが、宮内と申します。そうですか。あ、いや、いらっしゃい。ゆうべはどうも。どうしても欲しい仏教書がありまして、うん、解散伝録というタイトルなんですが、その上巻がこちらにあると知って。なるほど。まあ、解散伝録は、版木収蔵庫の方に、多分探したらあると思うんだけれども、その探すにしてもね、6万枚も版木があって、これはもう大変な量があるんでね、一応、もうそれを今パソコンに、全部入れてるんで、で、まあ、そのパソコンをちょっと見て検索してみようか。じゃあちょっとパソコン、解散録ワット、あ、これか。うん、確かに存在するね。上巻だけでいいのか。はい、ぜひお願いします。
なるほど。じゃあ、版木収蔵庫がね、まあ、もう少し経ったら開くんで、まあ、それまで、ちょっと時間があるから、まあ、お茶でも、飲むかな。あ、はい、はい、いただきます。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。ところでね、なんで今回この本に興味を持ったの？趣味といいますか、うん、揃ってないものを集めるのが好きといいますか、うん、まあ、いつか全部揃ったらいいなと思って、その片割れだけを持ってるのが好きでして。うん、まあ、いろんな趣味の人がいるからね。まあ、ところで、この本を作った、隠元禅師と、鉄元禅師のね、ことは知ってた？すいません。うん、ちょっとあんまり詳しくは。実は、鉄元一切経版木収蔵庫っていうものができるまでにはね、いろんなその人たちの努力があって、で、結局日本でそういう本として広まったといういきさつがある。で、もともとここの大爆山満腹寺というのは、隠元禅師という福建省の人なんだけど、まあ、この人が、向こうの高僧として日本に招かれて、その時に一切経という、つまり一切合切の一切ね、それを、時の天皇から、中国のね、天皇から貸しされて、それを日本に持ってこられた。で、その隠元さんが持ってこられたお経、教本を木版技術を使って、日本に広めたのが鉄元という隠元さんの、まあ、お弟子さんの一人になるんだけど、それで、最終的に仕上がったのが1681年というふうに聞いてます。で、すべての版木で、トータルで6万枚という版木が、完成したというふうに伝わってます。そうだったんですね。まあそういうことで、もうね、そろそろ版木収蔵庫もね、開くと思うんで、まあ、雨降ったら、回廊をね、進んでいってもいけるし、大丈夫ですよ。ありがとうございます。解散電力の上官をお願いします。